心理学では警戒仮説というふうに言いますけれども、分かりやすい人ほどモテるんです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日のお話は、どれだけ悪いところを隠していてもあなたはモテるわけではありませんよというお話です。寄せてあげるの禁止みたいな話に今日はなっちゃいます。さて、思春期以降、特に女性の皆さんは何か自分の悪いところがすごく気になって、それを修正しよう、上手に隠そうって思いますよね。ところがですね、実際私は30年以上この仕事をしておりますけれども、どうも人がこの子と付き合おう、君に決めたよっていうところは、いかに上手に悪いところが隠されているかで決めているようではないんです。もっと言うならば、さすが上手に隠してる、君に決めたなんていう人は誰もいないんですよ。今日皆さんにお伝えしたいことは、あなたがモテるのはどれだけ悪いところを隠したってあまり意味がないですよ。それよりも、あなたの素晴らしいところを上手にちゃんと表現した方がいいですよというお話。今から20年以上前になりますかね、私どもにも本当に朴訥としたですね、少年、まあ青年、当時28歳ぐらいでしたから青年ですよね。もう全然上手に喋れない、もう高倉健さんが饒舌に見えるぐらい、まあいいみたいなタイプなんです。で、我々の間では彼のことは与作くんってあだ名がついているぐらい武骨なタイプだったんですよね。で、彼は地方出身で、で28歳にもなっていますから、パートナーが欲しいって誰だって思いますよね。おしゃれの勉強をしたりとか、話し方教室で何か上手なトークをなんていう、そんな流れで私どものことを見つけてくれて、私どもの、まあ、ワークショップやセミナーに参加してくれたわけですね。ところが、彼がですね、まあ、心理学では行動動機って言うんですけれども、自分はイケていない、これを隠そうとしてやることなすことをうまくはいかないんですよね。彼にこんな話をしたんですね。君はなんか登山とか田舎とかが大好きなんだけど、地方の人の女性とかどうなのっていう話をしたら、いやもう自分はどこでも OK です、できたら田舎なんかの方が自分には向いてるかもしれません。で、彼はまあ当時のお見合いの登録の用紙に、婿養子でも OK かっていう欄があったんですよ。そしてそこに丸をつけて、そして彼は地方農家の後継ぎかって書いたんです。今まではそこのになってたんですけれどもね。ところが、その瞬間に日本全国からものすごくヒットして、300いくつぐらいヒットしたんですかね。そしてですね、彼のようなタイプっていうのは地方、まあ農家のご両親に絶大にモテるわけです。そして皆さんご存知かどうかは分かりませんが、結納金っていうのがありますよね。まあよく今もなかなかもらう人は少ないかもしれませんが、男性が婿養子に行く時の結納金っていうのは、今から20数年前、彼はですね、まず車のスカイライン300万円相当と、300万ぐらい現金でもらったんじゃないですかね。そして彼はその田んぼしたりとか山なんかが全然苦にならないようなタイプでしたから、彼の朴訥としたその性格っていうのは本当に
村では誠実であるということで評価されました。そして今地方なんかに行くとですね、本当に跡取り娘さんしかいらっしゃらないお宅がもう本当に困ってらっしゃる、そこではまあ彼みたいなタイプはもってこいだったんですね。で皆さんによくこういう話をしますね。そのままのあなたがそのままで受け入れてもらえる人や場所がありますよ。で私どもではですね、別に日本でこだわる必要なんかないじゃないっていう話もよくします。外国の人っていうのは日本人の男性が望むようなスリムの体型っていうのはほとんど望まれません。もう私が女性なんかになっちゃったらもう、だってインドなんかのスターっていうのは私みたいなタイプが歌って踊ってるようなそんな感じですよね。アフリカの方面なんかもうちょっとボリュームがないとダメです。ゾマホンさんだったかな、国をかけて戦い合うような絶世の美女が日本にいる、それは森久美子だって言ってました。あのオペラ歌手さんなんですかね。ある時に営業研修なんかも行ったりするんですね。でその時にですね、九州から参加されていた営業の方が、まあ営業は九州ではずば抜けた腕があったんですけれども、東京にですね、転勤になっちゃったんですね。ところが彼にはすごく大きな問題がありました。それは、九州弁がなかなか標準語に直らないっていう問題なんですね。で彼もですね、話し方とかそういうところでトレーニングするんだけれども、ノリに乗ってきたり感情が動くとつい方言になっちゃうんですね。よく標準語で喋ってらっしゃる方も、九州のお母さん、東北のお母さんなんかと電話したらいきなり方言になっちゃう。ちょっと感情なんかが動いちゃうとそういうことが起こるわけですけれども、それが彼はダメなことなんだっていうふうに思っていたわけです。ところがですね、皆さんどうですかね、方言ということに関してネガティブなイメージってそんなになくないですか？特に営業職の彼にとってはこの方言っていうのはまさに売りだったわけです。つまり方言を喋れる人、で東京に来てまで方言で喋っているような人に、多くの人っていうのは方言に誠実なイメージ、真面目なイメージっていうのを持つわけです。例えば皆さんが東北に旅行に行きますよね。そこで馬や牛を引いた農家のおじさんがパッコーパッコーとゆっくり歩いていらっしゃるだけで、皆さんはあーのどかでいいところですよね、あのおじさんもいい人だろうなって勝手に思いますよね。私はあの家すごい中で農家でもあるんですよね。いっぱいおじさんしてますけど、結構問題児のおじさんもたくさんいらっしゃいますよ。がしかし、ゆっくり歩いているだけで、のんびりしてるだけで人がいいっていうイメージがありますよね。で彼にこう言ったんです。そのまま九州弁で行きなさいよ、それをあなたが恥ずかしいとか隠そうとすればするほど、人っていうのは何か裏があるのかなって、ネガティブなようにあなたを振る舞います。胸を張って、いやー自分は不器用で九州弁が治らないんですよって喋るだけで好感度が上がりますよっていう話をしました。本当にって感じでしたけど、その後3ヶ月目にどうですかってその研修センターの所長さんに聞いたら、九州のトップセールスマン並みに方言でそのまま営業成績を上げている、まあそんな話を聞きました。皆さんは誰かに愛してもらうために全然違う誰かになろうとすればするほど、あなたは正体不明の人になるんです。心理学では警戒仮説というふうに言いますけれども、分かりやすい人ほどモテるんです。
泣いてる、笑ってる、怒ってるっていう人は見たままですよね。でも皆さんの会社に一人ぐらいいらっしゃらないでしょうかね。怒ってても泣いててもどんな時でも顔が笑ってる。そうすると本音が見えないし、何を感じているのかが全くわからない。それは人に警戒させてしまう。わからないっていうことは人間にとってはとてもイメージが悪いわけです。ペットや赤ちゃん、子供たちっていうのは見たまんまですから、みんながすごく好感度、イメージがよく見えますよね。あなたが自分を隠そうとすればするほど、何か自分の正体を見せないよと思えば思うほど、あなたのイメージが実は悪くなるんです。隠し上手っていうのはいまいちうまくはいかないんですよね。それよりも、もしもあなたが、私ってすごく太ってることにコンプレックスがあるのよとか、本当に私はこういうのが苦手で標準語も上手に喋れないのよねとか、実はこう見えてお料理が全然ダメで、もし言うことができたとしたら、それが理由で人はあなたのことを嫌うっていうことはほとんどありません。万が一それを嫌う人であればよかったですよね。絶対うまくいきませんから。皆さんにとってあなたをそのまま受け入れてもらう、そのためにはあなたにはそのままの自分を表現する勇気を持っていただきたいわけです。その勇気、できたら恋愛の初期段階で出すことができたら、その度合いだけ彼はあなたを受け止めやすくなるんです。その勇気持ってくださいね。それがあなたの人生を大きく変えるチャンスになります。今日の動画参考になりましたか？もしよかったらグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございました。今日は講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね。9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分。費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから、意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。